えい、ということで今回もやっていくんだけど、まず、まあ、クンバーで始めていこうと思うんだけど、まあ、意味わからんよね。あのさ、これ一個ちょっとこれモンスター小屋を今建てたわけ。どうしよう。で、俺ちょっとモンスター小屋を建てたのには訳があって、前の動画でさ、あのこのクモちゃん、このクモちゃんを仲間にして、まあ、すごいこの子優秀なんだよね、いろいろ。まあ、それは前回の動画見てほしいんだけど、何が優秀かっていうのは。ここでは絶対に話さんよ、本当に。たとえ何があろうと。で、ここなんだけど、俺ちょっとここでね、あの欲しいポケモンが掘って、まあ、見てくださいよ。この僕のアイテム欄の中に、鎮座している超トイハーブ。これ、俺ね、以前は、いや、ボスモンスターはさ、ちょっとやっぱり今まで、何回も何回も仲間にしたし、使ったことないモンスター使いたいから、ちょっと仲間にするのやめるわって言っとったんだけど、改めてあのボスモンスターの強さもしっかりと知っておきたいなっていうことで、一応ね、多分使うのは結構控えめ。いや、ていうかそもそも使うかどうかすらわからんねえけど、一応、あのトイハーブが余っとるから捕まえたいっていうだけの話やね。で、なんかブラッシングしたらどうとか言っとるけど、ちょっと待って、待って、危ない危ない。あれ俺これセーブしてないね、今ね。今俺ボス前でセーブしてないね。え、したしてんすよね。やばい、俺もうしたかもしれん。俺記憶いかれとるかも。で、まあ、とりあえず、せっかく仲間にできる大好物持っとるんやから、仲間にしようぜーっていうだけの話。もうそれ以外でも何でもない。それ以外でも異常でもないっていうビッグダディもびっくりな感じでいくわ。よし。まあまあ、こういうことがね、やっぱり、あるんですよ。うん。こういうことがあると。で、今までだったらなんかこうね、しっかりカットして、なんかやってたんですが、正直ね、なんか今俺パソコンぶっ壊れとってさ、なんか変なん出たんだけど。なんかね、パソコンぶっ壊れとって編集作業っていうものをね、できないもので、ちょっと皆さんには待っていただく可能性がある。いや、てか、超トイハーブ2個で仲間になると思ったんだけどね。もうこれで、この次で動画にならんかったらもう、あれよ。もうおしまいよ、いよいよ。あ、来た。よし。ルーンファクトリー。頼むぞ、マジで。どうしよう。ちょっとさ、これさ、あれ、ほんと汚い手を使うんだけど、ブラシとか、持ってこようか。いや、本当はね、こんな汚い手を使いたくないんだけど、こんな快楽落としみたいな。あれ、ちょっと待って、え？あれ？俺さ、なんかブラッシー、あれ？ちょっと待って、なんかさ、ペットのミッションでブラシもらえんかったっけ？あったわ。あったわ。頼むぞ。やっぱボスモンスターだからね。そう簡単に仲間になったらね、トンヤがだこうだってことでしょ。よし、行こう。これさ、この幼虫状態の時にさ、撫でまくればいいんじゃね。よしよしよし、何回で10回だっけ。4 5 6 7 8 9 10 15だっけ。11 12 13 14 15で、これでいけるでしょ。さすがにこれ、待って、大丈夫だね。頼む。はい、はい、そんなことがあってたまるかと。いや、すごいね、こんなに。まあ、いつもさ、俺5本から10本この大きい花を用意しとったんよね。いや、今回はちょっとあれかもしれんね、舐めとったかもしれん、このアンブロシアっていうモンスターを。まあ、今まで仲間にできとったから、今回もできるやろうっていう。悲しいね。で、なんでか知らんけど、このパソコン版だとね、すっごい遅いんよね。起動がなぜかすっごい遅い。ルーンファクトリー4。いや、これ、あんまりこれ撫でても意味ねえか？
撫でる意味あるんか本当に。よし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 、いやアンブロシアな。よしよし、あんだけボスモンスターは使えません。今まで使ったことないモンスターでクリアしますとか言っとった。でも、まあ、でも聞いて、このアンブロシアはあの畑作業要員といずれまた上げるであろう動画のネタになるからあの一石二鳥っていうかね、一石何鳥かな。頼むぞマジで頼むぞ。これね、投げるんじゃなくて優しく渡す、投げるんじゃなくて優しく渡す、優しく渡す、優しく渡す、頼む。もうやばいよこれ、この動画1時間超えます。この動画多分1時間25分かかるね。やっぱあれか、ヘルモードだから敵のあれも強くなっとる的なやつがあるんかな。もうそれがあるんだったらもうよくわからんけど、はい、おお早い早いな。ルーンファクトリー今日は早い。待ってこれさ、もうさ思ったんだけどさ、ああちょっと待ってね、もう画面がぐちゃぐちゃだ。焦った、もう画面ぐちゃぐちゃだったよ今。オッケー、ちょっと待って、ここさもう上げるわ、もう来た瞬間にゴー、こう。まあやっぱりその神様のお告げって多分ね、わかる、あると思うんだけど、この世界にはあの神様のお告げって俺 ないと思っとったけど、今回に関しては多分ね神様のお告げがあるんじゃないかなって。こうだね。レック、まあ、こういうことよ。まあね、まあ、今回は、まあ、もちろんね、まあ、今までも言っとった通り、まあ、ボスモンスター仲間にするなんていうことはなくて、やっぱりね、ちっちゃいちっちゃいこういうモンスターたちを仲間にしてクリアしていくっていうのが、まあ、前提だから、まあね、その今更になってボスモンスターを捕まえるなんていう考えが甘いよね。うん。普通にみんなそういう考えしとったんだったら、ほんと、直した方がいいよ。やっぱり、未来って自分で変えていくもんだから。そういうことです。